は普通の小舟のサイズなんですけれども、決して化粧には巻かないんですよ。ということはこういうふうにちっちゃい字もこう書けるんですよ。こうやって書けますよね。こうやってでかい字も書いても絶対割れないってことだから、プロっていうものは何かを頼まれた時にいちいち筆を取り替えないってこと。これさ、ここはでもこう割と素直だね。そういうの素直です。こうやってね、割合こうだから綺麗な澄んだ線にするにはいいんだね。やっぱり綺麗な線だ。うん。ね。よりも先生と話し合って考案した筆がこれ。この筆は間違っても売ってないと思う。でも先が針みたいでしょ、これ。サブ6番。全紙でもって、写仏を書いてる先生がライン引くんだわ。なんぼでも引きます、これ。これもその先生方から教わった筆。私はね、これを使ってほしいんです、これ。これをどう使いこなすか。それは先生、後でまた後でまた細い線が、うん、こうね、面白いね。これ細い線でこう、綺麗な感じを出していくといいかもしれないね。細い線にね、こう美しいな。ね、細い先がね、ずいぶん空いてますからね、はい、これがね、またこう、ほら、こんな線だ。すごい。これをね、ピッとこう。あー、すげー、まいった。すごい。これ。これで描く？はいよ。腰がないけどもね、この腰をね、立つんですよ。そうそうそう、こうやってこうしっかり立つんです。光る。はあ。ちゃ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 っとほら。ね、ちゃっとこう。わかりました。これをね、もっとね、激しくやると、ふるさとを思う。ね。これぐらいこうちょっと強めにね、ガッとこうやるってもあるね。ふるさとをこう細い調子とちょっとこう力を入れてみましょう。